自動車や家電製品など耐久消費財の買い替えサイクルが伸びている。主要11品目のデータを比較可能な2005年3月末から23年3月末で比べると、使用年数は4割伸び、過去最長になった。メーカーが原材料高などで相次ぎ値上げに踏み切る中、実質賃金が伸びず盛り上がりに欠ける消費が浮き彫りになった。車は13年乗るやろ。スマホも買い替えない。超デフレ。デフレではないね。主流区インフレ含めてインフレは続いている。車は納期が遅れてるだけじゃね。納期の遅れはランクルやアルファード。あと一部の BEV くらい。不正案件のダイハツを除けば納期は短いよ。単純に車両価格の高騰で買い控えが増えている。アクアが初期込み300万するのは、おいそれと買い替えできないわな。アクアそんなにするの？あんなの100万ほどで買えると思ってた。初代アクアですらそんな値段じゃ買えねえよ。最近のコンパクトカーでハイブリッド買うと、今は込み込み250万円以上だからね。ナビとかドラレコつけたりすると、すぐに300万円コース。ナビとかドラレコ込み込みだから良いじゃん。昔はナビは別途40万の世界だったぞ。ウォッシュレットのポンプが壊れたから、部品ユニット買って自分で交換したわ。すでにやり方出てたし、余裕。自動開閉付けのが、3500円で済んだ。うちはナショナル製のアイロン使ってるよ。うちは扇風機。あとクーラーは家電の博物館にあるやつ。電気代を考えや早く買い替えたいが金がない。車って13年以上じゃなかったっけ？来年末3回目の車検だから買い替えたいわ。俺新車で買ってもうすぐ19年。家電もフラグシップは定価販売の流れだな、そういや。最近の日本人は高くても質が良くて長持ちする製品を買うようになってる。その方が長い目で見れば安上がりだしね。車や家電まで高齢化する国。セールしててもまだ使えるし嫌ってなる。引っ越しの際に買い替えたが、普通は壊れるまで使うよね。これ。もう壊れたらなんとか自力で直す時代。それも昔の話。最近のは一体設計で開けるのさえ困難やし、そもそもパーツも売ってくれない。数年でテレビを買い替えてる時代はもう来ない。いらないけど。洗濯機11年で蓋が壊れたけど出っ張り部分と磁石の二重の安全装置解除してるからそのまま使ってるわ。いやいや見えないところカビだらけだから10年で買い替えなよ。洗濯物カビ臭いよ。どうでもいい機能多すぎで買う気がうせる。車なんて最たるものだな。今までので十分なのに無意味な補助機能てんこ盛りで押し売り。うちまで来たんですか？機能が外せないって意味。軽自動車に前方監視カメラが2つも3つもついて、上から見下ろした画像映し出してってそんなのいらんでしょ。事故ったらカメラのせいにできるならともかく。10年以上乗るともう家族なんよな。次の車検で買い替えようと毎回思いつつあと2年と乗り続けてもう18年目。食費だけでも恐ろしく大変になってるしな。ファミレスに行けなくなった。洗濯機買いに行ったら本体にでっかく、修理7年まで部品がないて貼ってあって泣いた。伸びてるか。最近の家電はすぐ壊れるだろ。ご丁寧に白物家電に推奨使用年数のシールが貼られている。どれだけ耐久性が短い部品を使っているのやら。今の家電は長く使いたくてもすぐ壊れる。まるで戦時中みたいになってきてるな。そのうち代用品とかに切り替わっていきそう。暖房もエアコンから石油ストーブとか湯たんぽに切り替わってくだろうな。車はもう20年乗ってるしテレビも13年。買い替えの必要全然肝心は。スマホは？スマホもバッテリー寿命や2年ごとの契約更新なくなってから、買い替えサイクル伸びてるんじゃない？性能的にはもう最新の iPhone も大した進化してないし。人気の KNBOX 車両200万円超え時代だし、一昔前の感覚では通用しないの。家電は大概12、3年使ってるな。新卒入社して買ったやつを今年いろいろ買い替えたわ。しかし PC だけは未だに4、5年に1台ペースで買わないとダメだな。全体的にバマルみたいにあれこれ無駄な機能が多い。それはたかも絶対必要装備ですと言い張る始末。まあ騙される奴らはそれで納得しているんなら別にいいけど、あとは値段だけは一丁前。スマホも毎年のように変えてたのに、こんなに貧しくされちゃ何も買えないよ。基本壊れなきゃ買い替えないしな。冷蔵庫とか洗濯機とか10年くらいじゃガタ来ないし。すぐ壊れるように作られてるわな。消費税のせいで買いたいものが買えない。結局値上がりすればどこかで全く売れなくなって値下げするか倒産しかない。需要と供給のバランスがどこなのかのチキンレース。行き過ぎればうなぎの時のように誰も買わなくなり捨てるだけ。2ミリくらい分厚くなっていいからバッテリー交換しやすいスマホにしろ。機能を通話のみに限定すれば、乾電池ニッケル水素電池式のスマホというか携帯電話も可能だと思うけどね。通話できればそれで十分、なるべく消費電力を抑えた製品が欲しいという需要もあると思う。物を大事に扱うことになるのだから、耐久消費財の使用年数が増えるのは喜ばしいことじゃないの。メーカーに出せば1万くらいで新品バッテリーに交換してもらえるよ。メインカーは新車から20年乗り続けてるわ。愛着あるんだわすまんな。意外なことにこの夏、洗濯機の売上高はバブル時代を超えて過去最高になってるんだよ。各メーカーがドラム式洗濯機を高機能高価格化させてそれが大成功してる。無職は来年13年目で車検やったけどこの前事故自爆って廃車になった。普通車税金高いしかねないから17年落ちの激安の軽に乗り換えてめっちゃ気に入っとる。結果オーライ。
iPhone 8とか3代目プリウスとか未だに見かけるからな。みんなが金使うのが食料品や光熱費に消えていって、完全に日本だけ進化止まったよな。いや、海外はスラム街だらけなんだが、デマはやめてくれ。シェーバー買い替えたいけど壊れない。計算したら20年経ってて愕然としたわ。フラグシップモデルとはいえどうなってんだこれ。そもそも新製品に魅力がない。必要なら買うけど別に壊れてもいないしな。家電は壊れるまで買わない。昭和53年に買った三洋電機の扇風機がまだ現役。フラッグシップ機買ってれば、普通に最低10年ぐらいは動くんだが、引っ越しで雑な運搬とかすると、寿命一気に縮むけどな。スマホだけは2年くらいかな。他のは壊れるまで使う。ちょっと自分で手入れして保つなら修理する。今年、16年使った自宅のエアコンを5台入れ替えた。東京ゼロエミポイントでウハウは。もったいない精神で SDGs だろ。大量生産大量消費の時代は終わったんだって。いや、日本は世界有数の消費国家だぞ。買い替えなんかしたら、また消費税 10% も取られて損するし、使えるものは徹底的に使う。意外と壊れないしな。10年以上使ってるの結構あるな。2011年購入の PC を2020まで使っていたわ。買い替えて 9900K にして異次元の速さに感動。久しぶりに自作熱が再燃したよ。考えてみれば冷蔵庫と電子レンジとエアコンはもう20年超だ。使えてるからなんとも思わなかったが。ただ古い家電は電気食うからな。そこがネック。なんでもそうだけど、長いこと使う方がエコ。リサイクルなんてのはまやかし、リサイクルするためにどんだけ資源を使うかを理解してないと何でもかんでも再利用がいいとは言えないんだよね。本当にいいのはリユース。これなら資源を使わないで済む。紙一つ取ってもリサイクルするには、洗浄したりまた紙にするための手間がかかってるんだ。使えればいいだろうという当たり前のことに気づき始めたのも大きい。俺の使ってる冷蔵庫洗濯機電子レンジはもう14、5年になるが、ブルズ2度目の3ピートの時のアタジャズとのコラボ T シャツ新品じゃないけどまだ綺麗だよ。大切に長く使うのが最高のエコだよ。円安で日本人の購買力が落ちているところに実質賃金マイナスと消費税率1割が追い打ちをかけているな。テレビは2006と2009年くらいのハイビジョンテレビのまま。今の方が省エネ型なんだろうけど、ほぼテレビつけなくなったので、このままでいいかなと。社会人になって1年目に買った1964年式のボロビートルが意外に壊れずによく走るのといつまでも部品が出て結構自分で直せるんでもう25年乗ってる。冷蔵庫は20年前の4人用だったけど、今は1人で使用なので小さいのにしたい気もあるが、そのまま使用中。10年やそこらで壊れる品質では耐久消費財を名乗る資格なし。自動車は指向性が強いから家電と一緒くたに語るのはどうかと。車の写真を撮る人はいるだろうが冷蔵庫や炊飯器の家電写真を撮る人はいないだろ。そういうことだ。2008年頃に買ったシャープの亀山モデルまだ使ってるけど、壊れる気配がない。便所の換気扇20年以上持った。自分で本体用意して交換した。電気工の資格はある。業者に頼むといつ来るかわからないしクソ高い。日立電子レンジ8年目だけど少し最近イオンになってきたけどぶっ壊れるまで使う。シャープの洗濯機は10年。三菱の冷蔵庫は11年目で調子いいよ。昔に比べて壊れないからな余計な機能いらないし買い替える理由がない。日立の電子レンジは27年目。古き良き日本製家電というのを思い知らされる。車は、新車で買った平成6年式と、新車で買った令和1年式持ってる。今年4月に冷蔵庫壊れたので、仕方なく買い替えた。インフレ続く見通し理解すれば、どっと売れるな。もう少しだぞ。車とか買い替えのたびに消費税 10% 取られるから、貧乏人の私には無駄に思えるね。年間3000キロくらいしか走らないから10年目でも、4万キロくらいで絶好調だし、昔は物品税 23% 取られてたから貧乏人には買えなかったのが車。消費税は 10% になったけど取得税 3% 廃止で 7% 相当に維持されてる。冷蔵庫とか9年ごときで買えないだろ。テレビなんかは壊れたらもう買い替えしないよな。テレビも壊れないな。プラズマパネルって30年以上持つらしいし無駄に丈夫に作りすぎて首を絞めてるなメーカーは。エコ推進。エアコンだけは夏場に壊れると命に関わるから、不調だと思ったら冬のうちに買い替えた方がいい。取り付け工事が1ヶ月先で冷風扇でなんとかしのいだが、毎日汗だくで目が覚めてギリギリだった。1998年に買った冷蔵庫が今年壊れた。アクアの冷蔵庫は気に買ったよ。消費の具足はまだ一度も使われてない新古品。車の買い替え、以前は7年ごとだったけど、今は10年以上乗るもんな。軽自動車で200万って昔の倍だよ。10年前の自宅購入に合わせて家電揃えたら今年になって一斉に不調になり始めた。タイマーでも仕込んでるのか。昔の家電って壊れなかったよね。壊れないから故障加入すんの無駄だと思ってた。海外生産が主流になってから壊れる頻度が半端ないから、家電買うときは必ず5年保証つけるようになった。冷蔵庫を買い替えるお金がありません。お金余らんから、いかにケチるかしかない。冬物も何年も使うようになった。松下電工のホットカーペット25年使ったけど先週壊れたから買い替えた。エコで良いことじゃないか。自分で修理して無理やり使ってるわ。大体が電解コンデンサーかハンダ割れ。
自家用車は半年点検きちんと出しているけど他はめったに壊れないからな。ゴミを捨てるにも色々と面倒、お金もかかるから、引き取りに来てとかやってたら本当にバマるらしいよ。ネットで知恵をつけてかなりやれるんだけど広くは知られてはいない。ポストに入っている家電回収は怖くて頼まないなと、粗大ゴミとケース電気に持ち込んで回収頼んでいる。あれ逆に金取られるからやめとけ。家電は壊れるまで使うわよわよ。スマホは2年置きだな。今回は半年で新品、新品だけど。本壊れるか寿命年数と言われる時期まで使うだろう。パソコンだけは Windows 10が終了はまだまだだが買い替えてめちゃくちゃ処理速度が速くなってて感動した。白物家電は基本壊れるまで使い続けるんじゃないかなみんな。泣き母親が使用していた生ゴミ処理機とかは、中古ショップに持ち込めば多少金になるかもしれないが、まともに動くかわからないしと粗大ゴミで捨てたいなと。車以外は壊れるまで使う。スマホはほぼ技術革新が止まっているから、買い替えの必要がない。家電量販店はオワコン。もうエアコンからスマホまで、ネットで調べて買ってる。店頭で強引な販売されることもないし、1年くらい前にローテーブルを地元でもらってきました。ナショナルブランド最後の年の、エアコンまだ使ってるわ。車をタダで乗れないかなと思ったが税金保険整備車検は無理なので中古激安を買って試しているところ。台数が出ている車種なら諦めるまでまあ乗れる。修理費が高くつく部位が壊れたらさよならしても良い。他はタイミングで直せているので運にもよるが5万キロなら余裕。車検の通る範囲で互換のタイヤサイズを変えるとタイヤ代も結構浮くとかは学んだ。タイヤは大事、あとバッテリー充電オイルその他。結婚のタイミングで買ったから今年こそと思いながら早15年。洗濯機とアイロン以外壊れねえやつさ。嫁との関係は壊れてない。壊れてないのに買い替えするやついるんだな。ワイはいつも壊れてから買い替え出た。エコやん。ええことやん。日本の失敗は、壊れにくい修理しやすい製品を作り続けたことだな。逆だろ。最近の国産品は壊れやすくなったわ。その日本製品の良さをことごとくぶっ壊したのがアメリカと中国。使い捨てのイメージ強かった船やアイワはもともと海外で強かった。冷蔵庫だけは壊れたら焦るよな。スマホも平均が2年から4年超に伸びてるらしいからな。車はフルモデルチェンジのサイクルが伸びたし、古臭く見えない昨今、フルモデルチェンジ直後に飛びついてリコール際もあるし、現行レボールとか、何より車に興味ない人が増えた。スマホ、10年使う決意ですが、何か？充電は週1。それなら、メーカーの修理対応も10年に伸ばしてほしい。充電電池が入っている商品とかは、排気の仕組みの団体に加盟しているメーカーのはいいけど、通販とかで海外製のだと参加してなさそうで、結局買うのに躊躇してしまう。かといって日本メーカーのは高いしなと。洗濯機の脱水機の音がうるさくなった。もう寿命だと言われた10万円必要。使用料1日25円強。文句も言わずによく働いてくれる洗濯機に感謝。うちのナショナル洗濯機も20年でついに壊れた。またパンソニックのにした。6キロ新品が約6万円。パナソニックは壊れにくい。説明書読まないでそのまま使える。最高。ナショナルがパナソニックに社名変えてもう15年。日本製だからって、長持ちする時代はとうに過ぎ去った。冷蔵庫7年で壊れよった。前世紀のシャープや産業の方が生き残っているという。冷蔵庫は10年ぐらいで買い替えてるが、新しくすると電気代が驚くほど安くなる。10年も経っていると経年劣化で冷却効率がかなり悪くなってるんだろうな。そういえばトヨタカローラに20年乗ってるわ。あと何回車検取れるかな。日本車は部品取り替えながらの年数でしょ。足回りとかすぐダメになるし。給湯器はファンモーターが壊れると聞いたので部品だけ買っておいて修理に備えると保険代わりになる。部品保管は10年。なんか最近、充電器やエアホンのコードのゴムが劣化してボロボロになる現象が多発してるんだけど、加水分解現象やな防水処理とかしとけば延命できるが、結局発生する。車はな好きなの買うから長く乗るんだよな。前のは20年だし今回のも同じくらい乗りたい。ちゃんとに20年乗ってる。自転車のパンク修理も100均キットで DIY したわ。97年に買った117リットルの東芝の冷蔵庫はまだ動いとる。デフレが始まる前の国産家電はケチってないから頑丈。パソコン12年使ってる。まあ、パーツは都度交換してるが。家庭持ちならミニバン時計みたいな感じだね。都会じゃケースら持てないというかいらないもんな。ステータスで持つなら軽なんてそりゃいらんけど、旅行の移動時などの便利さは捨てがたい。1998年に買った、産業の冷蔵庫と洗濯機、能率の給湯器、壊れる気配なし。すげえ、なんという耐久性。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。